この旅は AB 型の僕を選んでくれてありがとう。ご使用の前にこの取扱説明書をよく読んで、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません。ご了承をください。器用にこなす基本優しい、おしゃれで個性的、頭の回転早い部屋や車の中綺麗、クールだけど心許すと甘える、ソロ活が好き、ゲームも好き、本音と建前を使い分ける、思考と行動が合理的、観察力分析力に優れてる、意外とマイペースで気分屋です、正義感が強い、地図浮気しない、愛情表現苦手、結婚願望強い、ストライクゾーン狭い、外見から入る駆け引きは通用しません。交際中も一人の時間必要です。時間をかけて好きになる、テンション高い子が苦手、自我が強い子、天然系も無理、気持ちは察してくれる人が好き、自立してて一途で家庭的な子が好き、シャイで好き酒しちゃう天の弱です、とにかく美人が大好き。依存する人嫌い、礼儀学んない人嫌い、干渉をしないでね、否定もしないでね、冷たいとか二重人格とか受け入れて尊重してね。面と向かって言えないことを LINE でならちゃんと気持ち伝えれます。満喫いたり落ちデートがしたい、めっちゃ大切にするよ、シートえぐい、トリセツの替え歌でございます。日々まゆのです。普段私の YouTube チャンネルでトリセツの替え歌聞いてくださっている皆さん、ありがとうございます。久しぶりに、やってみました。そしてやっていこうかなと思っています。やったー、久しぶりですね。めちゃくちゃ久しぶりなので、血液型からちょっと行こうかなと思いまして、今回は AB 型の彼の取説ということで、血液型の替え歌は何度かやったことあるんですけど、ちょっとグレードアップしなくちゃいけないなということで、もっと細かく、だから AB 型の
彼なので男性ですね。好きな人でも彼氏でも旦那さんでも、まあ何でもいいんですけどね、お父ちゃんでも何でもいいんですけれども、こういった形でトリセツの替え歌歌っていきたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、どうでしたか？皆さんの周りにいる AB 型の男性どうでしょうか？こんな感じですか？血液型のあるあるみたいな取説を歌っている私が言うのもなんですけれども、まあ血液型が全てではございませんですが、あるよなってとこもあるよなっていうふうに私は思っておりまして、実際に私の周りにいる AB 型の男性何人か思い浮かべながらこちらの取説を書かせていただいたんですけれども、なんか本当にそうだな、ちょっと要求が多いなって思いました要望なんか要望多くないですか？まあいいんですけれどもね、ぜひぜひ皆様の周りにいる AB 型の男性、あ、こんな感じかなって、わかるわかる、共感したよっていうのありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。そして私なりにですね、今日の格好、はい、今日の格好ご覧ください。これはですね、私が今日歌った AB 型の男性の好きな女性のイメージでお洋服を選ばさせていただきました、まあ、なぜならですね、こちらの動画はそうだな、まあ、自分が AB 型で AB 型の取説なんだろうって気になって見る方も、まあ、もちろん見てくださる方ももちろんいらっしゃるのかなとか思いつつ、やっぱ自分の好きな人、気になる人が AB 型なんだよなっていうところで、女の子が、女性がね、見てくださるとかもありそうだなっていうことなんですよ。なのでね、私の中で AB 型の男性、AB 型の彼の好きな女性像みたいなものを、私がイメージしたところ、こういう感じになりました。そうですね、なんか、清楚っぽくって、綺麗っぽくって、エプロン。みたいな、なんか家庭的ねそんな感じでしょ。すいません、これこっちがさ、もう歌い出した瞬間が落ちてきたんだけど、まあもうね、何回も落ちてくるんで、もうそのまま行ってやろうということで行かせていただきました。ということで、今後ね、いろんな取説替え歌、こちらのチャンネルで再び歌っていきたいなと思います。こちらの血液型の彼女バージョンもですね、今後作って歌っていきたいなと思うんですけど、ぜひぜひ私のお洋服、私のこのなりにも注目していただいて、ぜひ参考にしていただけたらなと思いますけど、まあ分からんけどね。じゃあお前ちゃんこれやってるから、これで攻めますわって言って、なんか全然タイプじゃねえよっていう風になった時はそれは知りません。なぜならね、血液型が全てではないのでまあでもね、今日歌った感じ、あと私の周りにいるなんか男性 AB 型の方を見ててもね、大体多分ねこんな感じが好きだと思うよね、誰かに怒られないように気を使いながらやっていきたいと思います。ということで、私のこのチャンネルで替え歌の取説、もうそうだな、2、3年前だと思うんですけど、めちゃくちゃ出していたのは、未だに再生していただいて、本当に毎日コメントをいただいています。本当にありがとうございます。ということで、バージョンアップどんどんお届けしたいと思いますので、ぜひぜひ皆さん、こちらの動画に、コメント、いいね、そしてよかったらチャンネル登録もよろしくお願いしますはい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。